ハロウィチュ、どうもサルです。今回はファーウェイから新型のタブレットが発表されましたのでご紹介したいと思います。製品名としては、メディアバッド M5 ライトの8インチモデルとなります。このメディアバッド M5 ライトの8インチモデル、同じモデル名の製品を自分も購入し、このチャンネルでは何度も実況を紹介していましたが、今回発表されたのは、すでに販売されていたモデルから一部スペックがアップしたモデルになります。では、今回発表されたモデルのスペックを紹介すると次のようになります。表の左側、緑の枠で囲っているのが今回発表されたモデルとなります。そして、右側に記載しているのが、すでに販売されていたモデルの方です。では、今回発表された新型モデルの方ですが、CPU は Huawei の Kirin710、RAM は 4GB で、ROM は 64GB、ディスプレイは8インチ、解像度は 1920×1200 ドット。カメラは背面ラウトカメラが1300万画素。前面のインカメラ800万画素。バッテリーは 5100mAh で、OS は Android 9。そして価格についてはすでに予約がスタートしており、この動画を作成している時点での予約価格は、Wi-Fi モデルが 29,377 円。LTE モデルが 33,753 円。それぞれ税込み価格となっています。発売日については11月29日を予定しています。では、既に販売されていたモデルとどこが違うかということですが、基本的には RAM と ROM 容量の違いのみです。現行モデルは RAM が 3GB だったのが新型モデルでは 4GB に、ROM が 32GB だったのが 64GB にアップしています。現行モデルは実際に購入し、今使っているところですが、やはりたくさんのデータを保存しようとすると 32GB だと容量が足りなくなることが多々ありましたが、 64GB だと多少は改善されるかと思います。ただマイクロ SD カードスロットもありますので、どうしてもたくさんのデータを保存したい場合はマイクロ SD の方で容量を拡張するというのもいいかと思います。この製品ではありませんが、過去に自分はマイクロ SD カードを使って大量のデータのやり取りをしている際、データが壊れてしまい読めなくなってしまうということがありましたので、基本的に自分は内蔵ストレージを使うことが多いです。アプリをインストールしたり、またパソコンからデータを転送する際も内蔵ストレージの方がやり取りしやすい部分がありますので、32GB では足りなかったという方にとっては、今回登場した新しいモデルはかなり使いやすくなっているのではないかと思います。一つ欠点としては、現行モデルは USB 端子がマイクロ B でした。Huawei の公式ページを見ても、マイクロ B なのか Type-C なのかという記載はありませんでしたが、現行モデルがマイクロ B ですので、おそらく RAM や ROM がアップした新型モデルについてもマイクロ B 端子になっているかと思います。同じメディアバッド M5 ライトシリーズでもディスプレイサイズが10インチのモデルは Type-C になっていましたので、個人的にはこの8インチのモデルも Type-C で出して欲しかったところではあるんですが、どちらかというと化学重視の製品ではありますので、その辺は仕方ないのかもしれません。なお、このチャンネルでは以前、メディアバッド M5 ライト8、この製品と新型の Fire HD10 で動画の書き出し性能などを比較したことがあります。その結果どうだったかということですが、10分間のフル HD の動画を書き出すのに、新型の Fire HD10 では動画と同じ約10分がかかったのに対し、メディアバッド M5 ライトの方は5分41秒で書き出すことができました。ですので、メディアバッド M5 ライトは Android タブレットの中でも比較的低価格なモデルではありますが、Fire HD などと比べるとかなりハイスペックなモデルとなっています。特に動画の書き出しなど重たい処理をされる方の場合は、2万円台で購入できるタブレットの中で選ぶならば、このメディアパッド M5 ライトはかなりおすすめなモデルです。実は自分が今年購入した Android タブレットの中で最もよく使っていたのがメディアパッド M5 ライトの8インチモデルです。多少重たい処理もそれなりにできますし、また8インチとディスプレイサイズが小さいので、ベッドの上で読書をしたり、YouTube 動画を見たり、映画を見たりする際にとても便利なサイズでしたので、一番出番が多く、使用頻度も高いタブレットとなっています。USB 端子がマイクロ B という欠点はありますが、その辺は特に気にならないという方にとってはおすすめのモデルです。なお、10インチのメディアパッド M5 ライトもそうでしたが、完全な新型モデルではなく、メモリ容量を増やしただけのモデルとなっています。海外では上位モデルのメディアパッド M6 も発表されており、国内でそのモデルを販売してほしいと思っている方も多いかもしれませんが、アメリカからの制裁の関係上、制裁がかかった後に開発されたモデルというのは、Google のサービス、
例えば、Play Store や Gmail などをインストールすることができなくなっています。そのため、新製品を発売して、なるべく売り上げを落とさないようにするために、苦肉の策として、現行モデルの一部スペックを変更したモデルを新製品として発売しているようです。ということで、今回は、ファーウェイから新型のタブレット、MediaPad M5 Lite の8インチモデルにメモリ容量がアップしたモデルが発売されることが決定しましたので、ご紹介しました。なお、すでに Amazon などでは予約が始まっています。価格については先ほどご紹介しており、Wi-Fi モデルが約29,000円、LTE モデルが約34,000円となっています。発売日が11月29日となっていますので、発売直後に入手したいと思っている方は早めに予約しておくことをお勧めします。この動画の概要欄の方には販売ページのリンクを貼っておきます。購入を検討されている方のほか、詳細なスペック、特徴など気になる方はそちらの方からチェックしてみてください。また、同じく概要欄の方には、以前比較した MediaPad M5 Lite の8インチモデルと新型の Fire H10 の比較動画の方も掲載しています。そちらも興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。